東北大学の災害科学国際研究所は東日本大震災翌年の2012年4月に設立され津波工学を専門とする今村文彦教授は2014年4月に2代目の所長に就任しました震災のメカニズムについて研究や分析を進める一方2017年に仙台で行われた第1回世界防災フォーラムで実行委員長を務めるなど国の内外に防災を発信してきました 所長の任期は一期三年で、今村所長は三期九年を務め、今月いっぱいで退任することになりました。来月からは災害公衆衛生学が専門の栗山新一教授が三代目の所長に就任します。